楽天の藤井聡、勝る、投手、28、が結婚していたことがいつ日、分かった。お相手は長野県出身で同学年の一般女性。東洋王時代に知人の紹介で知り合い交際に発展し、21年の交際記念日に婚姻届を提出した。写真、貴重ショット、エネオス時代の藤井聖投手。藤井はプロ4年目の今季。 開幕ローテーション入りを逃したものの、4月21日の西武戦から7連勝。監督推薦で自身初のオールスター出場を果たした。自己最多の22試合に登板し、同期入団の早川と共に球団左腕初の2桁勝利となる11勝5敗、防御率2.93をマークした。そのブレークと共に、プロ1年目から支えになっていた家族の存在を明かした。 藤井は夫人について、笑顔が素敵なところが好きです。野球の結果に関係なく、どんな時も変わらずに迎えてくれる。料理は和風オムライスが好物です、と笑顔。さらに、今年1月には第一子となる長男も誕生しており、家族も増えたので、より一層野球を頑張っていきたい、と決意を新たにした。近日中に行われる契約公開交渉では、 年俸1,300万円からの大幅アップとなる見込み5年目となる来季は開幕からローテーション入りし2年連続の2桁勝利と勝ち星の積み上げに期待がかかる愛する家族の後押しを受け来季も先発陣をけん引する